失礼します。お疲れ様です。あれ終わったな。え、終わりって言いました。あの日は大変暑い日でしたけど、すごい暗い部屋で大丈夫でした？熱中症は。大丈夫だった。反応悪い。え、これは何の道具ですか？これはね、シーシャーですね。噂の要はチルイと言われるリラックスアイテムじゃないですか。なんかそのつもりで買ったんだけど、アヘンではないんですね、これね。あ、全然全然ってなんかよくあるんですか。そう、なんかでもなんかあのなんだっけ、あの香りのやつ、フレーバーというか味になる部分。要はどこで買っていいか分かんなくて、はいはい、一回も使ってない。これいただいたものですか、もしかして。いや、買った。あ、未然にで、工程。もうこういうのお弁当を配ったお金で。こういうのやってた。恒例になってますって、皆さん。こういうのやってた方がいいかなと思ったんだけど。はいはい。やってた方がいい。求めてたと。そう。ガタ来てるというか、やっぱり毎日。ちょっと。世話しないですから。どういうもんかなと思ってね。はい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 。まあ、カルチャーですからね、こういうのも。いや、いいんだよ、その話は。え、日々ね、そんな中ですけど、まあ、今もちょっと仕事、すいません、いろいろとこう、お客様対応されているところ申し訳ないんですけど、はい、すごいメガネの量ですよね、前から思ったんですけど。ああ、やばい、メガネは大好き。趣味ですか、もはや。なんかね、自己分析したんだけど、はいはい、変身願望みたいな。え、クラーク系、あの感じ。なんか派手なことはできないので、なんかせめてメガネを趣味にしようかなっていう。ああ、なるほどですね。はい、ちょっと日常の中で気分変えるだけでも、メガネだけでも変わるというか。そうクラーク、そういうもんかなと思って。中村さんといえばやっぱりあのね、知る人ぞ知る映画通というところがあるんで、やっぱりそのアメコミ、アメリカンコミックのキャラクターとかにやっぱり憧れがあってメガネに至ったっていうことで、ちゅうことで大丈夫でしょうか。いや、違いますね、それは。そんな中村さんですけども、はいはい、もうシーシャを吸わなきゃやってらんないぐらいの、まあ、吸えてないみたいですけど2年ほど。まあ、そんな自分も込みですけど、その個人的にこう日々許せないことというか、その何で、ね、あのバンドマン界隈では仏の中村、仏の中さんとジーザスと言われてますけど、知ってるかは知らないです。言われてるんです。で、ね、その人たらしそういうところも含め、そういう人が何に起こるかっていうのはやっぱり僕は知りたいなと。それ言われるんだよな。みんなはやっぱり知りたいよな。知りたい。どうなんですかね。何が沸点を上げるでしょう。いや、でもなんかそのいろんな意味があるんだけど、はい、もうやり始めて16年、はい、ですごい、いつまでもなれないなっていうのが、はい、まあ、さっきこう自分の中でこう経験を積むために毎日違うものを作るって、うんうんうん、まあ、ちょっとかっこよく言ったんですが、はい、もう常に毎回違うものを作るっていうことで、はい、うん、やっぱり日々恐怖なんですよ。恐怖、うん、ほう。だからメニューを献立するときは自分の中でこう青写真があって、はい、あー、うんうん、ゴールが見えてて、うん、見えてるね、うん、いざ毎日それを作るってなったときに、うんうんうん、本
ていう怖さが。南西ね、一色が1年間で被らないんですだっけ、もはや。そうだいたい。すごいです、365割ぐらいなことですよね、極端に言うと。そうですね。全部違うから、日々メニューが。その仕上げを、まあ、全て一人で全部作ってるんですもんね。そう、毎日弁当。そう、あの、スタッフのみんながね、はい、あのその食材をあの切ってくれたりとか、うんうん、補助をしていただいて、うん、それはやってくれるんだけど、うん、最後の最後の仕上げ、メニューの仕上げは、うんうん、毎日僕がやるんですよ。毎日。これやっぱりこればっかりは任せられないというか、肝というか、ちむちむ。やっぱり なんかね、どうしてもマニュアル化できないところっていうか、結構なんだろう、はい、形がないので、はいはい、うんうん、で、こういう味にしたいっていう思いも、うん、ある程度加味しつつ、はい、だけど、やっぱり食材がやっぱり僕の気持ちよりもメインになってくるんで、うんうんうん、どう出てくるかっていうのはやっぱり自分が仕上げた結果、うん、最終的に美味しいか美味しくないかっていうところに落ち着くんですよね、はいはいはい、こういう風にしようって強引にあそういう味に持ってくっていうよりも、うんうん、ある程度ジャズもやっぱりちょっとあるかな。だからそれがもう本当にちょっと怖い。へえ、怒り、まあちょっと質問とは何でしょうね、感情でいうと喜怒哀楽の どの部分ってどうなのっていうところだったんですけど。あ、だからね、まあ、それはだから、はい、そこに通じてくるものがあるってことか。ちょっと自分にムカつくんですよ。ああ、そういうことか。そう。だから毎日毎日そういう夢を、はい、見続けてそれを起きてみて、はいはい、その夢を見て起きて挑むっていう。へえ。でも本当になんかやっぱりガバッと起きるぐらい毎日怖い。へえ。ちょっとやったことあって、うん、あの感じでいけばいいなっていうのは、うんうん、あのやっぱり安堵感はあるんですけど、はいはい、でも16年ですからね、うん、何それでもどうやってもね、なんか本当にやっぱり少しうなされたりかなりうなされたり基本的にはうながベースでみたいな。そう、毎晩そういう自分がいつまでうん、こんなことになってればいいんだっていうちょっと怒りすら覚える感じですね。いやそんなそんな思いで最終味付けを毎日してるチムチムってことですけども。そうですね、はい、なんかね、さっきの話はやっぱバンドミュージックに通じるものもあるっていうか、形がないっていうかね、ゴールがないものをっていうところなので、追求してるのはやっぱ通じてるのかなと思いつつ、うん、やっぱりコストがコストなんで、はいはいはい、あのこういう風に作りたいっていうものになってくると、うん、やっぱりこう足していくっていう、うん、安易な感覚になってくるんですよね。足し算でいっちゃおうみたいな。そうそうそう、はいはい、でもうちの料理はやっぱり引き算でなんぼっていうか、うん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 、本当に削ぎ落として削ぎ落として、はい、どっかを強調させて、うんうん、そこに皆さんの気持ちを持っていくみたいな、うん、で、まあそうしないとやっぱりコストは守れないし、安いですからね。そうだから日々のなんかなんていうんだろうな、あの生活習慣の食事ってそれぐらいでいいかなって僕は思ってて、あ、うん、やっぱり人間が美味しいと思える感覚って、うん、本当にシンプルなものがやっぱり一番美味しかったりするから、うん、それをこうあのお弁当でいかに表現するかっていうのを毎日、うんうんうん、あの気をつけてるところだし、はい、だからそれが本当にできるのかっていうところで毎晩うなされるっていう。なるほどですね。ああ、いや、いろんなことがあるんですね。本当なんか、本当なんかいつになったらあの終わるのかなと思って。終わる、この旅が。
そうなんか、ね、授業という仕事としてのゆっくり寝れるっていう。ああ、うならない。うならない。うなってならない睡眠が欲しいなというところですかね。いやあ、本当長い時間本日ありがとうございました。あ、いえいえ。昨日前回に引き続いてちょっと事務所にお邪魔しちゃいましたけども。いや、とんでもないです。はい、ありがとうございます本当。いろいろ聞いていただいて。いやいや、本当なんか NG とかあれば事前に連絡いただければと思うんで。はい。はい。ここはちょっとうまくやってほしいなと思うんですけど、どうです？それは。それが欲しいですね。最後に何か告知などあればお願いします。ちょっと長くこのお弁当を作っていろいろ経験して、なんか食に対してどういう姿勢で自分は向き合ったりとかいろいろ考えてきたんですけど、はい、なんかこう今までの自分の経験、その日々の料理をどうやって作っていったらいいかとか、そういうことをちょっとこれから皆さんにフィードバックできるような場所をちょっと考えてまして、何か今も不定期ですけど、江別の方の蔦屋書店とか、うん、そうそう、なんか料理教室みたいなのされてるのはインスタでたまに見ますけど、うん、いろんな方にこう間借りしたりしながら、はい、なんかこうやってきたんですけど、はいはい、まあ、ちょっと自分のタイミングで、うん、その自分のやりたい回数、はい、やりたいお題、それをなんかもっと自由度を高めるためにですね、うんうん、まあ、今年の2014年の秋に、ちょっとチムチムのスタジオを立ち上げることになりましたので、なあ、ぜひ皆さんにご利用いただければなと思います。あらあら、なんかね、場所がどこなんだとか、うん、店舗がないんだと か、 なんか不思議な宅配だけなので、お客様の中にはね、こう不安というか、そういう方もいらっしゃるかもしれないですけど、ついに店舗を今会いに行ける状態になると、そうですね、いうことですね。要はご予約をいただければ、はいはいはい、中村さんの時間を買うことができると。そうですね、はい、みんな買いまくりましょうや。はい、じゃあそれも追っておそらくインスタグラムで進捗など上がっていくんですかね、これから。そうですね、来月からいろいろ工事とかも着工してくるので、おー、うん、楽しみだ。随時どのようなことをやるかっていう全貌はこれから少しずつ出していきたいと思います、はい、いや、一度楽しみにしてますんで、もし何かペンキ塗りとか方法でシンナーを据えるような環境であれば、僕のことを呼んでください。よろしくお願いします。あざっ、中村さんでした。チムチムでした。どうもです。ボディーガードですね、はい、ボディーガード兼取材を、あ、ちょっと兄弟ってよく言われて、はい、まあ、姉妹とも言われて大変です、はい、あ、そんな偶然にも幸いなことに、配達していてやりがいを感じることってあります。今ですか？今それ聞くの強い、当たりが強い、ね、やっぱりでもやっぱな、長いんですか？いや、1年くらいですよ。あ、長いじゃないですか。長いですかね。長いですね。なんかこう、女性で配達っていうとやっぱりそれなりのスキルが男性ともまた違うのが求められるような気がしなくもないですけど、こう日々気をつけてることがね、なんか
あれば気をつけてるやっぱりお弁当をひっくり返さないと。やっぱり感性の法則っていうのがあるらしいですよ、物理の世界では。ハンバーグがよく飛ぶだっていう話をね、なんか中村さんから聞きましたけど、転がっちゃうか、フライングで。20キロのやつあるんだ、ダンボールね。それでも大丈夫だね。ボディーガードの人来てるから。玉ねぎ好きですよ、はい、いくらでもあってもいいですよ、それは。ボディーガード。されてた、なんか配達の、いや手伝いたいな、手伝いたいな、残念だな、手伝えないのが、手が足りねえな。見てるだけで、な、見てるボディガードさん、そうそう、見る線、見る線なんで。じゃあレタスと書いて人参です。綺麗、ツヤが。お忙しいところすいません、鈴木なんですけど、今、うん、いやなんかすごい荷物積み込むの、いや大変っていうか、はい、ね、すごいな、まあ、弁当は軽いからね。あ、まあね、メインのね。今日はこれは買い出しですね。買い出しです。なんかされるってことですかね。日常の買い出しなんですね。そうですね、週に何回かですけど、はい、お伝えを頼まれて、あ、配達員の中でも中にはそういうエリアで、そうですね、エリアの、買い出しを頼まれたりっていうのがあって、はい、ちょっとこれ乗っていいですか。どこで撮影してるの。やっぱり仕事やってる時の一番のやりがいはこうやって会計をしてる時なんでしょうか。お金を稼いでる時は。そうですね、お金は稼ぎたいです。やっぱそうですよね、はい、ね、いや本当にお疲れ様でした。今日は今から事務所に帰るということで、はい、そう、いや、まだあと2件、あ、まだ配達、あ、ごめんなさい、はい、途中だったのに、はい、忙しいのか、はい、めっちゃ忙しいんですよ、もうここからもう、ね、走って行った方がいい、早く、うん、もういい、ランランいいかな、いや、ハウス、あの、日々の、あの、達成感ある時ってどんな時に、どんな時にありますか。真面目なことを言うと、はい、やっぱりお客さんに喜んでもらった時ですかね。おお、お客さんからのありがとうが、はい、ありがとうが、じゃあ最後にあの PR ポイントなんかあれば。 PR ポイントは、はい、PR ポイント、はい、どうお達者で。あ、ありがとうございます。連日お疲れ様です。あれ、買い出しですか？今から。ちょっと足りないもんあったから。あら、自転車で取っておきます。これかっこいいですね、この自転車。ありがとうございます。緑色かな。こいつも結構趣味で、趣味で、うん、自転車で結構旅されるんですか、お休みの日は。そう、なんか行ける時が年に2回ぐらいは、はい、飛行機で積んで、おお、でその土地を走るみたいな。自分の足で走ると。あ、そうそうそう、もう そこの住民みたいに溶け込む、日常を楽しむっていう、そのエリアの市場とかね、まあ、分かりますね、旅の醍醐味ですよね。観光地じゃなくて日常がどうなってるかってい う日々のブルースが、それも面白くて、いや、いいですね。それいつぐらいから目覚めたんですか、その趣味。
ラックスというか、はい、10年ぐらいにはなる。もう都道府県でいうと、はい、16県ぐらいは行ってるかな。すごい、うん、目標は全県制覇ですか。いやなんかそういうのはいいかな。え？何？疲れ出てない？そうですか。目標とかはもう、もう日々で十分です。ああ確かに、毎日美味しいお弁当を作って、毎日必要としてくださる方に届ければそれでいいじゃないか。もうなんか自転車でまたうらされるのも嫌なんで。なんかあったのこれ。気になる方はチムチム宅配弁当やってますからね。あのまあ、PR ポイントというか最後に買い出し前にちょっと言っていただければと思います。そうですね。いやなんかあのまあお弁当って、はい、あの日々のことなんで、うん、まあこういろいろこう何か食べなきゃっていうような時間帯に、はい、まあ体にいいものだったりそれをこう選べたりするっていう選択肢って、はい、あったらいいなっていう理想があって、はい、なんか僕はそれをこう実践していきたいなっていうふうに思ってるんで、はいはいはい、まあそんなに気負らず、うんうん、まあお弁当食べるんだったらチムチムしよっか、はいはい、っていうぐらいの感じでなんか食べていただけたら俺は嬉しいなって。なるほど、うん、思いますですって奥さん。個人宅への配達も受けたまわってますし、エリアについては逐次、インスタグラムが公式のアカウントがあるので、はい、そちら概要欄に貼っとくので、まあ、中村さんの人生観、哲学、あとお弁当への質問、悩み相談、いろいろ受けたまってますらしいので、はい、公式のメール1本でも全部やってくれるということなので、なんかね、あの気になる、食べてみて気になるレシピみたいなのを知りたいとかあれば。そうです、僕あのちょっとこの今回取材でちょっといただいたお弁当で、うん、あのまあ、もちろん全部美味しくてあのローカロリーで塩分も少なくてすごいあのミドルエイジの自分としてもちょっと日常に取り入れたいなと真剣に考えてるんですけど、うん、ありがとうございます。あのおからが特にすごい美味しい時があって、あの副菜っていうんですかね、うん、なんかすごいあれ皆さんよく言ってくれます。なんかねすごいレシピ知りたいなみたいな、あのさっきの16年分のレシピっていうのがやっぱり、ま、財産というか中さんだけのスーパーオリジナルな部分ですけども、やっぱそんなのも出し惜しみなく、お、うん、なんかまさか、お、みんなにもあの、気になったものは聞いてもらって、はい、まあ、それが僕が答えると。フォア、うん、それをなんか家で食べてもらえたら僕は嬉しいなと思ってるので、はいはいはい、なのでまああの何でしょうね、レシピに関してはまあ全然聞いてもらえれば、え、レシピ、おからのレシピ、おからのレシピじゃあ教えてくれるってことですか。え、はい、教えますか。あのそのスタイルで買い出し行くんですかいつも。本当に大丈夫ですか。そうですね、ちょっと今日はやってみよう。今日はやって、いやありがとうございました。挑戦ですね日々。いやレシピの中、はい、え、なんか隠し味っていうかなんかそういう、あ、隠し味は隠してるから、はい、いやなんかあるじゃないですか、少しぐらい毎日食べてくださってる方がそういう意見もあるので、はい、あのさっき言ったけど引き算なんだよ、うちはね。はいはいはい、それは聞きましたけど、 それはいいとしてですよ、だってレシピを今っていう話をねしてるから、それはそれっていうか、いや教えますよ、うん、狭くて通れて道がなんかすごい、大丈夫かな、買い出しに行けるのかこれ。大丈夫ですか、うん、毎日こんなですか。慣れてるんだこれで、慣れてるんだ。ここでこうやって持ち上げるっていう。ああ、すごい。あ、躍動。あ、ごめんなさい。あ、マイカン。あれ、私の車に。私の甚大なダメ。
あの今傷つけた分あの取材費と相殺しておくんで、あのまたよろしくお願いします。え、聞こえない声。どうもレスピ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  LINE で。お疲れ様でした。暑いですね。暑いですね。水浴びたいですね。そうですね。ということで、はい、あのさっき聞かれそうになりながらも結局答えてもらえなかったあの、はい、PR ポイント、はい、何でもいいんですけど、はい、何かあればと思いまして、はい、ちょっと緑コーラを差し上げるんで、ね、配達の分やっぱり運転してるからいろんなストレスあるあの道路交通情報なんかにも特に、はいはい、ガソリンの値上げしかりっていうところであの思いを緑にコーラに直線的に飛ぶからですね。まっすぐ飛ぶから10月14日、はい、お月曜日マンデー、はい、来たクラブ決闘で、お決闘、うっちむちむのフードも食べれるよ、イエイ、待って